リリアン・ギッシュはアメリカ合衆国オハイオ州出身の女優。サイレント映画時代に活躍した。リリアンは5歳から舞台に立ち、女優としてのキャリアは74年。別名、サイレントスクリーンのファーストレディサイレント映画時代の女優として欠かせない存在であった。ドロシーとリリアン、主演女優、ヘレン・レート、ハーファースト・フォルス・ステップ、 リリアンと妹のドロシー1973年リリアンの母方の先祖は第12代米国大統領ザカリー・テイラー。父方の先祖はフランス系執事との説もあったが近年の電気ではドイツのライン川付近のザール地方のボルファースバイラーにいたフランス系の家系で当地からアメリカに移民してきたことが指摘されている。母親が女優だった縁で 5歳から舞台に立っていた。妹のドロシーも女優。友人だったメアリー・ピック・ホードを訪ねて、バイオグラフ社を訪れた際、彼女に D.W. グリフィスを紹介され、母と妹と共に映画に出ることになった。その後も、グリフィスとコンビを組み、サイレント映画を代表する大作、国民の創生や超大作、イントレランスに出演した。D.W. グリフィスに対して、 リリアンは一生敬愛の念を持っていた。1919年のチリーク花では左中スイ少女ルーシーを演じる。この作品により映画は第8芸術として世に認められたと言われる。1920年には妹のドロシー・ギッシュが主演の停止改造を監督するも監督作品はこの一作のみである。なお、ドロシーとは私生活でも大変仲が良く。 他の女優では、ヘレン・ヘイズなどとも親交が深かった。1921年の大作、嵐の故事を最後に、グリフィスの元を離れた後、初期メトロ、ゴールドウィン・メイヤーのスターとして、ビクトル・シェストレム監督作品のシンクの文字や、風に出演。サイレント家を代表する女優として活躍する。1930年代以降は、 舞台出演があるになっているが、時折映画にも出演。1987年公開の。1970年には、生涯の業績を評価されて、アカデミー名誉賞を受賞。また、1984年には、アメリカ映画協会から、生涯功労賞を受賞している。1999年には、同じく、 アメリカ映画協会が選出した最も偉大な女優50選で第17位に選出された。1993年2月27日に老衰による心不全のためアメリカニューヨーク州マンハッタンのアパートで死去。生涯独身であった。ありがとうございます。